このコースですごく一番いいなと思ったのは、最終目標の焼き菓子ボックスを自分で作るということが初めから設定をされていて、それに向けて先生はたくさん実践すぐできるようなレシピとかアレンジができるっていうことをすごく意識してたくさんのことを教えてくださいますし、素敵な包材屋さんのショールームに連れて行っていただいて、そのボックスを自分のボックスをどういうふうにしようかなっていうのをその時からすごく意識をさせてもらったので、常にこう何を入れようかな、このレシピもいいけどどうしようかなっていうのをすごく悩みながらもこうじっくり考えることができました。それがすごくためになったなと思います。でそのボックスについても先生もすごく相談も乗ってくださいますし、みんなでどうするどれ入れるのとかいう話もできるし、すごくそれが良かったなと思いました。それから最後に先生に素敵な写真撮っていただいたので、販売を私もしてるのでそれをすぐにでも使っていきたいなと思っています。最初に詰め合わせっていうか、そのボックスを作るっていうのはすごく、販売を始めて最初に作るっていうのはすごくハードルが高いと思うので、それをこういう形で一緒にこう押し上げてくれるというか、そのハードルをこう飛び越えやすくしてくれるコースじゃないかなと思っています。本当にそれからすごく楽しく、皆さんとワイワイと先生のレッスンがすごく楽しかったので、すごくいい時間が過ごせました。どうもありがとうございました。